皆さんこんにちは。今回は超久しぶりに質問に答えてみた動画やってみようかと思います。まあ俺質問に答えるとか要望に答えてみたみたいなのってまずやりたくなくて、まあやんないで置いてたんですけど、ずっとなんですけど、今回はちょっとたまたま、まあ、気が向いたんでちょっとやっていこうかなと思います。これが動画に来てたコメントなんですけど、まあなぜか私の1年前の動画を見たという感じで、それでなんとなく、まあ、スキレコが、まあ、どういうのが強いのか分かるようになってきたっていうことで、なんだけどアクセルについてはよく分からないので動画化していただきたいですと。大体どんなスキルが強いのか分かるようになったのにアクセルについてはよく分かんないの？なんかな、どういうことなのか理解できてないのかな。え、それは どんなスキルが強いのか分かるようになってなくない？それ分かんないけど強い人の編成見てもほとんどフルバカモッドスタックタイプのコネクトでアクセルの使い方が分からなくて、はあ、うん？なんかまずこの最後の3行が超勘違いしてる感じすんだけどさまあスキルの組み合わせのゲームってよく言ってるんですけど、まあアクセルも例外ではなくて、まあ当たり前ですけど、アクセルもまあフルバーストとかコネクトとかとまあ合わせて使うと良いっていう場面がまああるんですけど、まあその前になんか知んないけど、あの始めたての人がなんでそんな勘違いするのか分かんないですけど、よく勘違いすることがあって、なんかアクセルってなんか強いイメージがあるのか、なんか普通ただアクセルで打つだけで強くなると思ってる人がいるんですけど、あのそう思ってる人はもうほとんど、なんていうの、そういう知識レベルの人はまずアクセルで強い編成を作ることはもうほぼ不可能と言っていいんじゃないでしょうか。もうほぼ、まあ稀に例外があるかもしんない、所持スキルによってはかもしんないですけど、まあそういう知識レベルの人は多分なんかできないと思います、その強いアクセルの編成みたいなのは。まあそもそもなんかなんて言うんだろうな、まあそれを説明する前に、その前にそもそもの話なんですけど、アクセルと覚醒の違いについてなんかよく分かってない人がいて、そのアクセルするだけで勝手にその一回一回打つスキルの火力が上がるって勘違いしてる人がいるかもしんないんですけど、まあなんか覚醒とアクセルっていうと、まあ簡単にもう本当に大雑把にざっくり言うと、覚醒が覚醒時間内に火力が高くなる、まあドラゴンボールでいう海洋拳みたいな、まあなんて言うんだろうな、そのデメリットなしの海洋拳みたいな感じ、時間内にとにかく強えよみたいな、もうほんと大雑把言うとね。でアクセルは連続でスキルを打ちまくれるみたいな、時間内にねっていう感じの違いがあって、まあ簡単に言えばアクセルって打ちまくってるだけなんですよ。でその制限時間に打ちまくれるようになるスキルはまあなんか条件があって、アクセルのソードスキルだとか10突したソードスキルだとか、そういうのがアクセル起動中、起動中じゃない、アクセル時間中にまあ打ち放題になると。まあ打ち放題って言っても、本当に完全に打ち放題っていうわけでもなくて、クールタイム5秒、あ、じゃ、5秒だっけ、クールタイムが5秒で、なんだっけな、なんか SP 消費なし、みたいな感じだった気がするんですけど、
メニュー、システム、ヘルプでプレイガイドってあるんですよ。でここアクセルスキルってあるんでちょっと押してみると、5周年記念で実装された時のお知らせが出てて、でこれでほぼ説明があるんでわかると思うんですよ。これまあ、消費 SP0、スキルクールタイム減少、ダメージ倍率上昇っていうのがあって、でまあこのダメージ倍率上昇っていう、仕様があるんで、そのアクセルのだからこれでなんか強いんじゃないかって思うんですけど、そんな強くはなくて、俺アクセルの解説の動画ってなんか昔出したような気がするんですけど、スイッチ枠のソードスキルの 10% ですね、あれスキル威力に加わるだけなんで、まあ、例えば、まあ、スイッチ枠に入れたアクセルスキルが、まあ、1400% だとします。スキル威力が、まあ、それの 10% なんで、まあ、140%、まあ、スキル威力に加わるっていうだけなんで、なんかあんまり、その効果については強くないんで、そのアクセルするだけで火力がめちゃくちゃ高くなるとかそういうわけではないんですよね。で、まああとは今後ね、モッドでアホみたいに強いなんかね、周年記念のなんかスキルモッドのなんかさらに強くなった超モッドみたいな、そういうのが出たらもしかしたらこういうダメージ倍率プラス 20% っていうのがなんかで強いかもしれないですけど、正直まあ覚醒には及ばないといったところで、クールタイム減少っていうのはね、これ3秒なんだ、あれ3秒なんだ、1、2、3、あーまあ 3くらいか、まあ、大体3くらいだよね。でまああとはスイッチゲージの仕様とかうんたらかんたらとか、まあこの時ね変わったんで、スイッチゲージの仕様がスイッチをね2段階貯めることでアクセルが起動すると、2段階貯めて打つとね起動するっていう感じで、まあアクセル起動するだけで強いっていうわけじゃないんですよ。でまあちょっと前に俺アクセルの時代が来たみたいなことを言った気がするんですけど、まあなんでそんなことを言ったかっていうと、まあアクセル起動するだけじゃ全然強くないんですが、これですね、このミトバースデーで出たんですけど、このリュートダビ4バフっていうのが強くて、でアクセル効果発動中にアクアパイルがね一発打つだけでスタック9ターンあると、でこれらがね強いね、そう、どっちかっていうとアクセル自体の効果自体が強い、だから強いみたいな感じなんですよ。だからアクセル自体が強いわけじゃないですよね。この アクセル効果って俺呼んでるんですけど、アクセル発動中に何発動する効果、アクセル中じゃないと発動しない効果とか、まあ、このスキル自体のこのバフが強くて、まあ、結果的に強くなってるっていう、まあ、感じなんですよね。だからなんかそのアクセルでもちゃんと強いスキル揃ってないと全然強くない、まあ、簡単に言うとソードスキル連発してるだけなんですよ。でしかも中身の入ったモッドを打つとアクセル時間が終わるっていう仕様まであるんで、まあ、モッドを打ちまくることもできないと。でそうだな、なんて言うんだろうな、これスタックバフが強いんだよな、まあ、こういうまあアクセルとかね。でも今ね正直ほぼねアクセルが強いセットって火力ではまだこのミトバフくらいしか、あとこれか、これとの組み合わせだな、これアクセル発動中に、まあ、攻撃力が 22.2% だし、でアクアンコンバージョン5で水ためが 28.、あれ貫通すると 30% か、でこアドバンストルーパー5で攻撃力500っていうのを全部発動するから強いみたいな。でしかもアクセルっていうのは限界突破すればするほどアクセル時間の延長時間がね大きくなってくるんですよ、アクセルアビリティって。
なんで、まあ限界突破するとより強いよっていう感じではあるんですけど、なんかね、なぜかね、そのアクセルするだけで強いって思ってる人が多いんだよな。なんでなのかな。あとは、そのフルバとか元とかスタックタイプのコネクトは入ってるけど、アクセルがよくわかんないっていう話なんですけど、そもそもなんかアクセルとこれらを併用するものじゃないと思ってるのかな。なんかこの書き方がよくわかんないですけど、アクセルとフルバは、一緒に使うことが、まあ、ほとんどというか、なんでかっていうと、アクセルじゃない、フルバーストか。フルバーストスキルって、まあ、フルバーストとして打つと、もう、何？フルバーストとして打ち切ったら、あとは、フルバーストのクールタイムが回復するまでは、バーストとしてしか使えないんですよ。だから、アクセルでこのみずみずだっていうのを打って、バースト条件満たしてパッと打つと。っていうのが、まあ、アクセルは強いんで、まあ、フルバは併用する感じで。で、ただ、まあ、中身の入ったモッドとかは、打つとね、アクセル時間が終わってしまうんで。で、あれですよね。このみずモッドか。これかな？こういうやつかな？こういうやつを、モッドスキルなんですけど、モッドの中身を入れずに、この編成に入れてる人がいるんですよ。上級者とかで。23層の編成とかね。なんですけど、なんでそんなことするかっていうと、だいたいその、編成見ると、こういうスキル、貫突してるんですよ。で、これスマッシュってモーションが早いんで、モッドの中身入れずに、これを打つことで、バースト条件を満たしてるんですよね。さっきの、このフルバーストですね。これ、みずみずだっていうので、まあ、条件満たすのに使ってるのと、まあ、中身が入ってないとはいえ、モッドなんで、まあ、追加効果が、そう、スキル自体のね、効果が強いんで、っていうので、まあ、そこそこ、まあ、アクセル時間中ね、火力出るんで、本当に相当強い人じゃないと出ないですよ。少し出るくらいなんですけど、弱い人が真似しても、何の意味もない、ムーブなんですけど、まあ、そういうことも、強い人はやってます。まあ、どっちかっていうと、これで火力出すっていうよりかは、まあ、バースト条件これでも満たすから入れてるっていう感じですかね。で、まあ、覚醒、なんて言うんだろうな。そのね、どっちかっていうとアクセルはまだまだね、強い場面っていうのがあんまり出てないし、本当に必要なスキルがめちゃくちゃ多いし、どっちかっていうと、その、覚醒の方がやっぱ強い場面はまだまだ多くて、どっちかっていうとっていうか、まだ、はるかに多い。ほぼ覚醒の方がいいですね、今のところは。特にですね、そのソロカオスとか、まあ、イベントの極限でもそうだっけ？なんかその、カオスリコレクションっていうのをボスが張ってくるんですよね。カオスリコレクションっていうバリアみたいなの。まあ、そういうのを張られてる時に、その、覚醒しないと高いダメージが出ないっていうのもあって、そういうのはね、そういう時にアクセルしても、まあ、できるのは、まあ、刻印打ちながら、まあ、強いスキル打ち込むとか、まあ、そういう感じですね。まあ、あとは、その、アクセルの装備セットにコネクトとかが入ってることがあるんですけど、そのアクセルの仕様で、10突貫突したスキルもね、そのアクセル中にね、アクセルとして打てるっていう、まあ、仕様があるんで、まあそういう点で、コネクトを貫突して、コネクトの連結分も打ちまくれるみたいな、感じにできるんですよ。で、そう、なんて言うんだろうな、アクセルってやっぱ連続発動できるから、そのコネクトを連続発動すれば、そのコネクトの中に入れたスキルもやっぱ自動的に発動されるじゃないですか。だから、
どのスキルも、なんかその、なんていうの、なんでもかんでも貫突しなくても、例えばこういう貫突したスキルの中に、まあ、他のスキルを入れて、そのスキルもなんか連続発動できるようにするみたいなことができて、で例えば、まあ、探検の、まあ、刻印とかあればこういうところ入れて、でなんかその探検コネクトか、コネクトを、まあ、貫突して、まあ、探検の刻印をこのなんか連結しまくって、なんか打ちまくるみたいなこともまあできなくはないと。まあそういうこともできたりね。まあとにかく、まあコネクト自体を貫突して、まあアクセルとして、まあ打てるスキルの数を増やすみたいな、まあ連続分ね、その連結分タダで打ちまくるみたいな戦法も、まああるにはあると。で、まあアクセルっちゅうのはね、アクセル効果とか、まあ強い、スキルとか強いバフとか出るまでは、どっちかっていうと、まあ、パーティーの支援みたいな感じで、まあ、バフデバフを、かけるために、まあ、使ってた感じはありますね。まあ、特にまあこういうね、筋力増強のパーティーバフとか。まあ、そういうので、まあ、パーティーの支援とか、まあ、最初はね、そのアクセル出たての頃はね、全然強くなくて、今も強いスキルはあんま出てないんですけど、まあ、そういうね、パーティーの支援にのためにやるっていうのがほとんどでしたね。ただ、まあ、その、まあ、こういうね、その、まあ、このアクセル発動中の効果とかさ、このアクセルについてるこういう強いバフとか、まあ、こういうのが強いから、俺はその、なんていうの、アクセルの時代が来るみたいな、言ってた時期があったんですよね。それを、なんか、なんていうの？予想みたいなのをしてたのは、こういう、強いバフとか、まあ、この、アクセル中に強い効果とか出始まった。アクセル効果みたいなのが出始まった頃だったから、これ、なんかこういう効果出し始まったってことは、なんか、強化してくる流れなのかなっていうのを、なんとなく、思った感じですね。だから、まあ、そういう、予想していたっていう話で。まあなんかちょっと、俺すんげえ保険かけるタイプの人間で、すっげえビビり散らかしてる、常にビビり散らかしてる人間なんで、俺は勝手に思ってるよみたいな、アクセルの時代が来るって、勝手に思ってますけどみたいな言い方してちょっと逃げてました。まあ、次はね、片手再建アクセルの時代がちょっと来るんじゃないかって勝手に思っているけど、本当に的中するか分かんないからっていう感じでちょっと逃げようかと思ってますね。で、56層ストーリークリアするとこういうね、縦のアクセルスキルが手に入ると。で、縦アクセルは今のところこの1枚しか出てないんで、そうですね。まあ、アクセル、これ盾なんですよ。盾って、その片手武器だったらどの武器でも装備できる、武器なんですよね、盾が。だから、そう、片手武器使うときなら、どの武器でもね、アクセルができるようになると。56層ストーリークリアしたらですけどね。だからそういう点でね、すごくね、まあ、片手武器で、まあ、どうしても連続発動したいみたいな、ロキはそういうの使って、まあ、みんな、できるようになるのかなって56層クリアする必要はあるんですけど。で、あとはまあ他のアクセルの使い方といったら、まあブレイクゲージ稼ぎですかね。まあこれ俺10凸してあるんですけど、まあ10凸した理由は、まあこれアクセルで打つと。で、この中にまあブレイクゲージ増加量が多いやつをなんか1枚2枚くらい入れて、ぶん回しまくるとアクセルで。まあそういうのが、まあ可能なんで、まあカオスグリーンマイズ、カオス215のやつとか、カオス保安、235保安とか、まあこれですね、カオスグリーンマイズ、あ、混沌竜か今は。カオス、235冥黒百鬼帝ってやつですね。まあそういうやつ、やるときにまあブレイクが早くなるんじゃないかなと思って、まあ貫突したりはしてるんですけど、以上まとめると、まとめになってるかわかんないけど、ちょっとまとめてみる。アクセルするだけで強いわけじゃないです。アクセル効果が強いから、
アクセル効果だったりアクセルのスキル自体の効果が強いから、まあ、連続発動して、まあ、強いみたいな感じで、だから強い、強い運用する人はですよ。でそうじゃなければそんな強くないっていう感じですね。アクセル の火力としての火力出すための使い方はそういう感じですね。でまあなんて言うんだろうな、まあ、最後にあれですね、このこういうアクセル、この23層はこういうのね強いですけど、裏セットを弓にして、てかこれさ、前なんか23層の動画かなんかで言った気がするんだけどな、言ってなかったっけ、忘れちった。もう見返すの大変でさ、まあこういうね、コネクトのさ、チェイン効果、自身にかかってる全てをスタック性の、バフスタック、369増加するってあるじゃないですか。まあ、こういうやつ、裏セットで打って、で、裏セットでスタックブーストいっぱい積んで覚醒して、で、スタックを一気に上げて、で、表に切り替えて、リュートダビバフめっちゃね、これをね、積んで、で、アクアパイルもね、いっぱい。積んで、まあ、弓でアクアパイルあればさらにねいいんですけどね、維持もできて、でそれで、まあ、一気にスタック上げてぶっ放すっていうのが、まあ、1アクセルで終わったりして、強い1アクセルで終わらないこともね結構あるんですけど、パーティーによってはね、強いパテだと1アクセルで終わっちゃうみたいなことが多いですね。まあ大体そんな感じかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。